然が帰ってきたのに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれぬのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い、せめてせめて一言。死にはせん。いつまでも待って。